赤さ、秋は天敗からこれはドラさんで。これどんだと思ってる。今、うん、思ってたね。ね今のまま、まあね、2000点の点数よりも自分のドラさんが上がれなかったことが悔しいか、萩原秋から2000点です、うん、タンヤ若。耳の丈だ方だね。これはいい上がりかもしれませんね。やっぱりあの、第一試合もね、菅原の1000点が結果分けました。やはり芸術だよ。あれ、今この時代はまだ地球の方は分からないと思うけど、あれあと5年したら絶賛されるよ。出た。麻雀星人出た出た出た。え、だって分かるでしょ。分かる分かる。ねえ、うん、あれ今分かんないじゃんだってまだ、うん。もったいないじゃないかってみんなね。さっさっさ。キューピンドラのパーピンポンとかさ、リアンウッパーソーのダマ。ヤンテンとかね。さっさっさ。無理じゃんだって。さあ、どんな三曲です。その萩原の親バンドラは嘘です。特に萩原は、はい、あの逆だったじゃん。漫画振り込んだ後にああいう上がりしていくの。そうなんだよね。結構できないんですよ、ね。結構できないです。ラス目でね、あの仕掛けはねできないんですよ。うん。コツコツ返そうっていう意識ですかね。うん、今までああいう泣きできなかったんだよねって言ってこられたんですよ。萩原さんが僕にね。自身で。声出ない。僕も声出なくなる時ありますわなんて話しててさ、お互い。今で出すトレーニングしてるっつってさ、うんうん、たくさん泣いてスタイルチェンジを図りながらも結果を出してますよね今シーズンの萩原。 それがやっぱりいいんじゃないですか。あの萩原に言わせれば元に戻ったっていうね、自分の本来の打ち方に戻った。あの頃泣いてた牌を今泣けるようになってきてるとは言ってたね、うん、お、大スケールドラいっぱい使えるか。どうでしょうか。ちょっとね、運送の方が使いづらい形に見えます。イーピン引いたのは萩原です。イーピンリアンピン切ってっちゃえばいいんだよ相手は。あ、トーン。さあ、バカゼのトーンが統一になったのは園田さんが泣いていくか先点で。けど結構遠くないですか。どうするんでしょう。これね、でも今日はね、この 3,4 人だと園田さんの仕掛けっていうのが一つターニングポイントになりやすいんだよね。その園田さんの泣きをどう考えるかでね、手順変わっちゃうから。目いっぱいだ、はい、前向きだね。今日脇さんあれですね、うん、ポジティブですね。ポジティブ、はい、ポジティブ脇さんだね。いいですね。年に数回現れるんだよポジティブ脇さんが。結構レアな存在ですねポジ焼きね。ポジ焼きがね、初めて聞きました、ね。まあ、20回とかしか出ないじゃないですか、その時に数回5回ぐらいポジ焼きが出るんですよ。4分の1ぐらい、はい、今日はポジティブな。今日ポジティブな脇さんです今のところ。急に変わることもあるんですね。ありますよ、はい、アンチャーの途中で変わることもあります、うん、おー、でもここでペイは置きました。チュンはションパイだったけれどもペイは1枚で無理してポジティブにしてたんだよ今。あ、本当の自分を取り戻したトンかな。いいカンパースを引き入れました、うん、さすがにね、うん、目いっぱいにした。ウソ引きとか嬉しいですねこれ。あー、差し子ね。泣かない2枚目泣かない。はい、おー、泣かない。そうだ、これ園田さんの中の研究で、この3人相手にスピードでやっても誰かしらのドッカンが来るから本手の人が来ちゃうんですね。そう、なんなら強い人だけ来ますねこれ。打点大好きが3人揃っちゃうと2人、まあ、特に2人、アキさん以外の2人揃っちゃうと先天仕掛けに屈してくれないからね、うん、だからここは園田さんの 今期プラスしてるところだよ。200チート決めましたね。人に合わせて結構変えているという点ですか。これをね、トム泣いてると多分成績残らないよねあんまり。まあ残らないですねと思いますね、僕は残す。そう、僕は残す自信がないですね。ポンポン、ポンは大輔のところからです。そうです、ドラ赤使い切りたい。使い切れますねこの手組み。そうですね、ネックがドラ表ぐらいで。ああ、これも先切りかな。スーソー間に合っちゃったね。大輔さんこれ痛いっすよ。本当だ、スーソー欲しいところでした。関数層に効く。ハギーの先切りは効くぞ後に。的確に処理していきました。欲張らない萩原。このスーソー切りも前でね、やんなかったよ。チーマン切ってさ、うん、そうそう、まだウーソー引き、ね、ウーソー引いたらウーピンローピン切れるじゃない。その甘えがないんだよ今。辛いよね今。厳しく、厳しい、ね、厳しい打ち方になってるから。大輔の仕掛けに対して厳しい。これは実際大輔のね、手の行方、関数層かなり左右します。相当関数層でしょこれ。ポンしようが何しようが、大体関数層になるでしょこれ。関数層なんじゃない。めってあー、数層いいのこれ。やられたね、これもやられた。3枚見えたらもう大輔も、うん、じゃあポンできなくなりますよ。ウーワンとチーソー。
厳しいですね。チーピン打たない。さあそしてそのままチートイズイシャンテン。ウーアに止めたんだよ。じゃあチートイーシャンテンだもん。あそっか。あれさあどうなる。各選手どのように周りの人を見ているのか。園田さん、園田さんチートイってもあれだもんね今。確かにこれあれだね、ペイ2枚切れだったのか。ペイは2枚切れ、そもそも1枚切ってるからね、はい、1枚切れの。なるほどね。さあこれで秋がいいシャンテンです。チートイツあんま見てなかったんだね。なったらいいなぐらいなんですかね。なったらいいなぐらいだね。あらいや、これでリャンスを切ってもう一度目いっぱい、はい、園田さん、この初はポンされてる、はい、ポンされてる、はい、OK。 カタンヤ王だったらチーソーだが、ヒルと大輔がポンするぞ。するのか。キューソー切るとチーですね。チーして官労層ですね、おそらく。硬いですね。想像切らないですね。ドラ、これチーソー切りだ。あれこれチーソー切った方がいいのか。あれ三の方がいいか。スーソー三見えですよ。いや、しかしイーペコで転敗した萩原の人気は今のチー、うん、そうそう、三層の方がいいですね今、うん、ね、三層もあったよね、うん、三層の方が良かった、はい、リャンマンだ。いきなり掴んだのは園田です。これは出ないぞ、はい、ということでウーマン、ウーマンはありません。リャンマンが残ってる、はい、これはですね、アキさん、これはですね、はい、やりにくいです。このおやりはリャンピン打っちゃおうか。ノーピン、メンツ壊しました。なんでリャン、はい、ローキューソー連敗です。村さん赤です。ローキューソー、そうだ、やば、1万2000だよ。1万2000、なんということでしょう。いや嘘、2枚引きは考えられないでしょう。いい、初ドラさん赤赤1万2000。そんなこと、萩原に厳しい。リャンマン残ってたのに。いや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 、大好き。消去法が飛んできてしまいました。とんでもない、とんでもない手が飛んできました。どうも、いや、通想の話してたの何だったんですか我々これ。いやいやいや、もう僕のもう考えの外行ってますから。ビースト2連勝ある、ある、きっかけの2連勝あるよ。トンの4曲、その名の親バンドラはリャンソーです。いや、来年このままで終われないでも。